はい、おはこんばんは、まさひろです。キング、じゃねえ。おい、やめろ、言うな、それ。牧場物語やっていきたいと思います。キングダム7フラって言っちゃうよね。もう癖やな、これやばいな。前回、もう全く覚えてないです。もう正直。これ第3話目ですね。やっていきたいと思います。今日も30分測ってやっていきますので、よろしくお願いします。お話カメラについて、お話カメラを使って住人といつもとは違う会話を楽しんでみましょう。オプション画面で、カメラをいつでも切り替えることができますね。もう全然わからん。どうしたらいいんだ。ちょっと待って待って待って。あれ動かん。あれ操作方法もあんま覚えてない。やばい。どうしよう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 。何したらいいかも正直わかってない。あれ前回どこで終わったっけ。前回が6月16日で終わったのは見たんですよ。さっき今。セーブデータ見て。いやーもう1ヶ月以上やってないね。今7月の20、1ヶ月半以上やってない。どうしよう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 。やばい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 。何しか分からん。これ食べろ。操作方法はもう全然もう。やばいぐらいやばい。食べる食べる食べる。ワイドベリー。食べる食べる。回復せない。なんか、斧で買ったのを覚えたな。なんか必要やったよ。そうそう。そうそう、なんか、斧を全部切ったりしよったよね。前回。なんか思い出したぞ。で、なんかね、動物飼ったんだよね。あんま動くと体力なくなっちゃうから、寝るっていうの、なんか動物飼ったんだよ、一匹。これ、餌入れんといけない。餌ないや。餌買いに行くか。全然やべえ、覚えてないわ。やべえな。ちょっと俺が動画見直さないけんな。もうね、チャンネル登録者数もね、まあ、100人近くなってますんで、まあ、こういうゲームもやっていかないとですね。僕はね、ゲームが好きなんですよ。ことの、とどのつまりは。やべ、全然覚えてねえや。オリーブストア、雑貨屋じゃないな。餌。これ動物屋まるまるハウス、マルスハウス、全然読めてない。動物やペットを販売しているお店です。牧場にいる野生の動物を手なずけると、こういう、動物屋さんだ。完全に餌とか売ってないのか。買う。はじめまして。なんだ。行ってないの。ここ乗り物ペット買えるんだ。へえ。ちょっと、まあ、いろんな修復とか修繕とかせないけんね。動物をやってみたら分かるやん。あ、動物、鳥を飼う。動物の種付け、鳥の種付け。違う、餌買いに来たんやけど。餌。これね、ちなみにまだ、ね、どこに何があるか全然分かって。大工屋はまだいいとして。ここは食材屋か。ピストロ。ご飯屋さん。ご飯屋さんはね、ご飯食べた。何こちら。おーよー。お、俺のこと知ってない。もういい。こいつらは子分。子分や。子分とか連れてあるかなっちゃって。あほや。お、なんか消えたぞ今。よし。じゃあホテルでね、ご飯食べようか。食事するスープ料理。あやメイン料理。安いん。こうピザ食べよう。ピザ。うわうまそう。これ何乗っとん。ポテト、パイナップル乗っとるやん。これパイナップルやばいって。うまいんやか。よし、 HP も回復した。よ、称号もらって。1日3食。1日3食もした。食いすぎやろ。お腹いっぱいマーク出とるやん。よし、じゃあ、斧切り行こうか。もうイケメンやな、こいつ。ラーシュ。噂なんだ、俺。そういえば、俺も、バイク乗ってきたよな。バイクどこ行ったんか。よし、行こう。改築しに行かない。木切りに行くか。これなんか拡大していって、まあ、うわぁ、かわいい、サナちゃん。タコの赤ちゃん。サナちゃんかわいいね。
よし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 。よいしょーの。きっ。バリ体力つかないね。全部切っていいやん。ワイスブリー。よく言うやん、ボクサーが。腹振るのが一番ね、体力使うと。よく言うやんけ。オッケー。樹液って何使えるやんか。よし、いいね、いいね、いいね。あ、なんかね、あ、これ生えてきよるやん。これ俺が生やした木やないか。やめとこう。ある程度は必要なんじゃないの、木って。この辺はいらんわ。まあそんな後でね、調節すればいいか。この辺はいらんね。まあでもぶっちゃけ OK。いいぞいいぞいいぞ。毎日やらないけんねこれね。お、少し疲れてきたようだ。頑張れて。これ一人でやるようなのマジですごいな。でもこれ一人でやってくださいって言われたらもう俺無理やもん。正直きついよねこれ。きつすぎてやってらんない。ボフ、疲れてきたか。頑張れマスミロ。絶対牧場向きの格好してないよね。頭とかピンクやん。やばいって。オッケー、この辺一帯は買ったんじゃん。よっしゃー。で、スコップ、スコップ。あ、スコップ閉まってるっぽいね。最初ね、この道具袋の出し方わからんくて。あれ、スコップってなかったっけ。あれ？あったはずやけど。あれ？ピノセーキ。あれ？これどうやって取ったっけ？スコップじゃない。違うね。あれ？斧か。これ全部斧なの。あれ、スコップって何？動物森剣ちゃうやん。ゲーム間違えとるやん。アホや。あれと思ったよね、今。あれと思っちゃうよ。ちょっとあと、ハートが1個半になったらもう寝ますか、一回。草刈りもせないけんね。もう、夏やんけ。実家でもやったことないよ。実家今すごいなんか埋めよったな。おー、倒れんなよ。大丈夫、まあ大丈夫だって。ポケモンみたいにあれやろ、目の前が真っ白になった。お金半分取られるとかないや。これ最後かな。オッケー。あ、まだおった。もう一回いけるやろ。攻めろ攻めろ攻めろ。オッケーオッケー。ラス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 ラ。やばい。オッケー。じゃあここで一回寝ます。次の日ね、これ朝起きて、家しょうもなさすぎるやろ。何テントで。寝ます。一回、寝ます。関係ないんだよ、朝とか昼とかも。寝たもん勝ちなんて。お、お、お、お金ゲット。ありがとう。次の日、俺が意外とおもろいんよ、これ。意外と。なんかね、多分見よう方はあんまおもんないかもしれんけど、いや、これでもおもろいよ。普通にこう楽しい。なんかね、牧場が育っていく感じ。あ、農業とかやってみたいなと思うけど。朝がすまないの、俺頼みがあるんだ。最近徐々に街が活気づいてるような気がしないか。知らん、街に先出てない。この調子頑張っていけばより良い街になるである。だがわしの力では難しい。そこで君にもオリーブタウンの住人の一人として。いや、お前テントに泊まらしといて、それはないべ。どうしようかな、どうしようかな。どうかオリーブタウンのために頼んでくれないのか。どうしようかな。同じやんけ。もういいですよしかないやん。これいいですよの一択やん。ありがとう。さすがあの人の孫だ。頼りにしているよ。
街が発展していけば、君が気に入るお店も増えるぞ。いや、増えるかもしれない。まだ計画中だが。増えてほしい街なんかあったかな。建物あった。今、計画する内容は未知を気にするもんだ。ハングを満足なんていうか、昔から試着権をすごくありません。はい、あと行きますか。僕はこっちの方が今ね、大事なんですよ。やっぱね。街きれいにして、小屋もきれいにして、OK、体力満パン。ちょっとこのね、ゲームのね、まだちょっとつかめてないというか、よく分かってないっていうのも、まあ正直な気持ちです。お、いいね。雑草一狩りや。一狩りしようぜやん、完全に。いいね。お、なんだ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 。今のなんだ？これ雨の日ってなんか影響あんのかな？あ、これ。収穫。俺がゲット。草はね、買っとかんといけんね。綺麗にしとかんといけん。こういうところからね、大事やけんね。こういうことがやっていかんとき。お、草刈りレベルアップ。これどうなるの、レベルアップしたら。ちょっとまあそのままわからん、調べよう後で。うえー、何この謎の生物。開拓作業や農作、飼育などをしているとぴょんぴょん跳ねている、ぴょんぴょん跳ねている小さな作物が、生物がたまに見つかります。たくさん見つかると何かが起きるかも、かもなんだ。お、水たまりある。これ何、遊べる？これなんかで取れない。この水なんかで取れない。吸収できない、吸収。この水使えない？無理か。無理でした。カマカマ。カマビッシュ。ここやばいね。ボサボサ地域や、ボサボサ地域。餌やって呼ばんときゃね、俺なんか飼っとったらね、鶏かな、死んだからもう。まだ生きてないか。ここいっぱいおるやん。ここいけんね。ハンマーハンマー。じゃじゃじゃ、おのおの。この岩もどうにかせないな。オーケー。石ころ少ないね。これ多分結構体力使うんじゃない、ハンマーは。ちょ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 、どこ切りよんか、下手くそか。いいね、いいよ、いい仕事するね。頑張れ頑張れ頑張れ。負けんな負けんな負けんな、自分に負けんな。自分とやれ、最後までやりきれ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 。いけんぞ、これで人切ったらいけんけんね。お、めちゃくちゃここでやばいやん、草ボーボーやん。雑草買っとかんといけんやん、やっぱどうしても雑草はね。お、ゼンマイ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 侍。これ玉ねぎやろ、取れない。まだか。これってさ、もう直せないやんか。ちょっと調べ、木材作りに行くんか。木材15個よし、あるやろ絶対。あぶね、木材あるやろ。だってこんだけ木持ったんや、あるやろ余裕で。この辺は雑草生やしとってもいいか。でもまあ手入れは大事やけんね、まあ、地味かもしれんけどね。まあこういうことからまあ始まっていくんですよ、やっぱ農業っていうのはね。これはもうみんな見てもらうときね。これどこに入ったか全然分からん。今オリンピック、まあ、この話いいんか、この動画でして。オリンピックすごいね。オリンピックも、まあ、当たり前、まあ、見よう人は見ようかもしれんけどね。今日もね、日本代表ね勝っちゃったね、野球ね。さよなら。ちょっと最後の見ちゃって、動画撮れってなね。いいねいいね。私もこの辺しとく。あとまあまあまあ、あとこの辺まあ綺麗に買って、まあ草刈りはまた後でねやればいいか。まあ小屋の周りはね、まあ大事にしとった方がいいし。 OK、 ここら辺はもう綺麗になった。よっしゃ、ビフォーアフター出したいけどね。まあいいや。よし、一回町に行って木材ちょっと手に入れられるか見に行くか。まああれも見に行かないけんね、市役所も行かないけん。忙しいね。小坂、人名前、花の名前な。ちょ、木材屋さん行こう。
大工屋さん。よし。家具。家具じゃないね。鳥小屋。鳥小屋いくらするの？お、3000円。うわ、ギリや。うわ、どうしよう。鳥小屋ね。どうしよう。やっぱ。ちょっと待ってよ。大きな鳥小屋。木材ってどこでゲットするの？ちょ。お、自宅買おう。ログハウス。オッケー。これ家買える？よし。増築。よっしゃー、家増築。もう大進歩やろ。テントからログハウスが建つんやけ。2000円で。ありえんって。羨ましいな。俺もこれだって。しかもさ、これやばない？平屋。うわ、いいねー。バリテンション上がる。いいね。あ、キッチンもある。いいねー。おい、これで自分で料理できるやんけ。オッケー。あ、動物も飼えるんだ。あ、犬を飼いたいね。いや、いい人たちもらった。それじゃあこれからも5匹。いや、違うね。俺は木材を探しに来たんや。オッケー。家できました。イエー。これ何？これ草取れんの？耕さないけんのよ。水やらないよ。水。じゃあ水汲みかな。オッケー。水全然やってないよ、そういえば。一回でいいのか。これ一回でいいん？よし、新築や、新築。ああ、雨降ったし、水やらんでも育つのよか、これ。ここ一面畑にしたいね。ちょっといろいろ考えよう。おもろいわ、このゲーム。いや、今さらやんなよ。ってかね、そういうゲームの、これいつ出たっけ？今年の2月やった気がするんですよ。出たの、まあ、最近よね。まだ半年ぐらい。おもろいわ。クレヨンしんちゃん出たね。7月15日に。あれもやろうかなと思ったけどね。しんちゃんの声あんま好きじゃないんだよね、今の。道具屋さん、ちょっと見てみよう。道具屋さん見よう。ちょっとあんまお金ないんよね、今。道具のアップグレード、あー、できるんだ。木材がないんだよ。木材ってどこで手に入るのかな。木材ってどこで手に入るの、これ。もし分かる人いたら、ぜひ、コメントで教えて。木材。あ、ここか？なんかの木切れば多分いけそうなんで、市役所行ってみようか。オリーブホール。お、おった。くそ、鼻でかやろ。これやろ、掲示板。町の掲示板には住人からのお願いが日替わりで貼り出されます。依頼された品を集めてここに納品すると感謝の気持ちでお礼がもらえます。別にあんまいいかな、興味ないかな。あげるよ。はい。え、こんなんでいい？え？拾ってきたらいいじゃん、赤貝に行こう。赤貝なんか落ちてるじゃん。え、自分で拾ってくればいいや。なんでお願いするの？自分で行けっつんだ。めちゃシャッと残るよ。雨やけ。え、お前何履いとん？特殊なブーツでも履いとん、これ。こんなシャッとできんや、普通に。傘ささな、あんま風邪ひくち、うおい。なんやん、こいつ。やば。何？お前が何だよ。育ってない。育ってないか。え、これってどうやったらさ、これもう俺結構まだね、謎が、あ、耕せる。耕せそうや。ここ一体、ここ、あのもう、ここはもう一体畑にして、まあ、いろんなもん植えて、まあ、納品してから。あ、やべ！危ねえ。ここ4面ぐらいにするか。4の4で、で、あ、モナカみたいになってきた。モナカ食べたくなるね、こんな網やったら。ここケツ、あ、ここケツカッチン、ここね。ケツここにして、
4面、4面無理、ここ無理やな、これやりすぎなんだ。ここまで行くか、多分ここまで行ってちょっとこう下るみたいな。ここ3面、おい水たまり邪魔ちゃん、水たまり邪魔や、ダメ、邪魔やな本当に。え、これなんスポンジで吸わないけんの。でここ柵作りたいね、柵。おいいねいいねいいね、ぽくなってきたよ、ぽくなってきた、畑っぽくなってきたよ。もう全然覚えてないよね、前回までの前回までの動画もう全く覚えてないけど、まあまあそれなりにね進みをしまいいんじゃない。 OK、 あとはうわそっか4やっけ、もう一個か、もう一列いるんや、やりすぎかこれ、やりすぎてない大丈夫、もう倒れそうだ、甘えんなって、甘えんな、まだ1時ぞお前、寝る、寝ちゃうこれ、寝た方がいい、ご飯食べ行くか、お金あんまないしね、貧乏人やけんな今んとこ、まあ寝るのが一番得策や。 OK、よし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 、倒れんやろまだ、ちょっと貝だけ取らして、貝これやろ、おい赤貝、あ2個クリア、時間ようか、あ日替わりで変わるんか、日替わりで変わるんやったら狙うほうがいいね、でももう絶対無理や、料理できるな、うわすごいね、お風呂に入るタイプ少しいいよ、ちょっと時間入ろうか、あ冷蔵庫とかも使えるんや、オレガノとか入れてどうするん、冷蔵庫、わ食べたいね野菜サラダ、あ貝汁貝汁、うわ結構あるやん、結構あるやん、お風呂入ろうか、お風呂とか入れるん、テントちゃんお前お前、4日入ってないやんってならん、 お前、この4日間風呂入ってないやんってなる、俺全然回復せんやん。あまあまあ、この体力やったら、まあ、届けいけるね、赤貝2個。届け行ってから、まあもう寝ますか。寝ようぜ、寝ようぜ。これなんとこれ取れんの、葉っぱたち。あと、玉ねぎとかいっぱいこう仕込んで、まあ、玉ねぎとか作って、まあ、お金にしよう。それを資金源に、まあ、いろんなことできるというね、結構経営の勉強になると思うよこれ、なるかどうか分からんけど、まあ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 、そう感覚のをね養えるというか、はいクリア、余裕やん、もうない、今日終わり、今日ないやん、これ何募金箱、昭和の報酬、何でもいらん、そんな肩書きなんか気にしたことない、よっしゃー雨降りようもんね、でも3時やん、もう3時は寝らない、おやつタイムとかしてないけん、まあ、まあ次の日ね、まああそこのね岩をぶち壊して、まあちょっと奥に行けるんじゃない、行ってみようや、一回寝るか、おやすみ便、おやすみ、これ果物とかってさ、やっぱ買って種をこう植えないけんちことかな、これ何服収納できる、着替えられるよ、服持った、持ってないよ、何やった今マリケ、これ何、さっきは人の名前の、もう全然違うやんこいつ、もうめちゃくちゃ疲れ取れるやろ、テントなんしょうもない、でもテントにもベッドがあるのもねおかしな話やけど、よし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 、まあ、いろんな種植えて、まあ、種も買いに行かないけんね、まあ、これおもろいね、やっぱ普通におもろい、ほんと家でね農園とかしたいけど、おおおお、どうした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 、何きらめが太る、水たまりたくさんできた、そんな時はこのバケツで水を作って、あバケツくれる、ありがとう、いいね、サンキュー、いやいや何ももらってないってマジか、いやそんな長居してないやろそんな長居してない4個と喋ったくらいやん、全然長居してないやろ別に、しゃあなんだバケツか、
かいろいろ道具くれるやんこいつ。おもろいね、楽しいねこのゲーム。もうね、やったことないです、ぜひやってください、面白いんで。救います、一瞬。え、なに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 、あ、粘土粘土、何フルブライトってヨーグルト名前。まあここを耕すと、あ、そういうことなんだ。クワの使い手、救います、救います。あそこのね、岩を今日ぶち壊す、ぶっ壊す、いいね。じゃあここ3つ壊して、あっちこれもいけんの、これ無理な、あ、斧じゃない、斧じゃない、ハンマー、ハンマー、硬いぞこれ。オッケー、いや鉄鋼水、この石みたいな、石みたいなハンマーで壊せんやん普通に。めっちゃやっぱ体力使うねハンマーは。でも殴る回数多いもんね、まあ、それしゃあない、致し方ないね、こいつ体力のなさ。トレーニングしよっか、毎日トレーニングしとけよ。この中はまあ次回入りますか、まあ、時間もまあまあ来てると思うんで、多分もうちょっとになると思いますよ僕のタイマーが。まあ、言ってないかもしれないですけど、まあ、言ってるかな、動画の最初の方に、まあ、ぜひねこれだけ見た人は1話2話見てください、概要欄貼っとくんで、再生リストと一緒に、うん、再生リストと一緒に載せとくんで、まあ、それ見てもらって、で、お、何の話をしたっけ、あ、そう、タイマーを30分セットしてるんですよ。で、30分を鳴ると、まあ、今日はおしまいっていうことで。あ、全然違うやん、石の質が向こうと。やっぱ違うんだ。朝シャンした方がよかったやない。うおい、これ日付が進めば進んでいくんやな。問題はね、うん、あ、水溜まりあった、これ水少ないけんな、結構やばくない、そんな原始的なことある、甲子園球児もやらないの今時の。わ、魚釣りとか早くしたいな。あ、なんかある、あの草生えた、オレガノ、オレガノゲット、オレガノ3ゲットしました。なんか植えたいな、今日なんか植えて終わりにしようや。なんか種買いに行けたような気がするよね。まだ開いてないか、8時ぐらい今。何時？おい、イベント始まったよ。来てくれたか、マサイロ。いや、行ってない、行ってないよ、別に。来てくれたかとか言うけど、何も言ってないんだ。そもそもその道路がわからん。なったんか、これ。おー、すごい。すごい。おー、どこで金使いよんかってくらい使ったな、こいつ。おー、おしゃれになった。灯台帰ろう、奥の。あ、気になったね。豪華で高そうではないね。センスも光ってないね。まるで有名観光地。ないね、言葉が。どれ選んでいいかわからん。センスが光ってる。まるで有名な観光地。そこまで言う、そこまで言うとか言うな。みんなで判断して得者。他にもマイキーくんからポップコーンスタンドスイッチって、あんまとか、何やねん、それいるか、そんなもん。頭おかしいんか。なんだととか言う、喧嘩しちゃえ。それ、却下や。無意味な、迷路な。じゃあ聞くけど、俺が外国の観光地に行ったとき、迷子になった時間は無意味なの。観光地でたら迷子、迷子になって発見され、あれやこれや、これが観光地の醍醐味でしょう。まあまあ、いろんな意見は分かります。でしょうに、だって、だからって、無意味に迷路なんか作るでしょうがない。やば。あ、いえ、そうじゃない。これから作っていくのよ。俺が？やばいって。もう全部お前スルーパスやん。俺が、ね、市長さんにさせてくれっちゅうんで。なめとんか。俺、遅延ぞ、俺。種買いに来ただけぞ、俺。ここや。ここや、多分。おばさん、あれ、これおじさんやった、おばさんやなかった、こう、いやいや、かわして買い物させて、あれ、何時か、ここ開いてない、嘘って言って、あれ、ここじゃなかったっけ、あ、これカゴに話しかけるんだ、ちゃうよな、あ、
何時からあれうわこれ今心臓止まるかと思った10時からやん開いてないやんあーはい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 ということでねまあいろんな結構進んだね今日ねいろいろ進んでまあ耕せたし石も壊したしねいろいろちょっと進歩してきたかなってあるんで家もね新築になったんでねはい次回ねまたいろんなことやっていくんでぜひね見ていただければと思います。チャンネル登録グッドボタンお願いします。概要欄にもね前回の動画載せてますのでそこから飛んでいただいて1話2話見ていただいて、楽しんでいただければなと思っております。ではまたねお会いしましょう次の動画で。はい、バイバーイ。